久保さん、気が向いたらやるっていう生活いいっすね。うん。まあでも気が強いんでしょうね。気が向くというか。気がなかったら気が、気も向きもしないですよね。だから多分ね、多くの人が気が弱いんじゃないですかね。うん、やる、なんだろうな。そもそもの気持ちが稼ぎたいと思う。まあシンプルに考えてですよ。シンプルに考えてもおかしいことで、稼ぎたい、成功したいと思ってるけども、 途中で諦めるっていうのは成功したくないってことじゃないですか。でもそこに対していろんな理由付けだったりとか、まあ言い訳を言って、まあやめていくわけじゃないですか。でも、言い訳とか理由付けしたとしてもですよ。本当に気持ちがあるんだったら何くそってなって、なんだろうな。ああ、立ち向かっていくだろうし、やるだろうし。だから、なんだろうな。気が弱いんじゃないですかね、本当に。 だから今回ね、気を高める方法にしましょうか。気を高める方法。これはもう、ドラゴンボール僕好きなんですけど、まあ気をね、強く高める方法はもう修行するしかないですよ。あとは、気をゼロにするとかね。もはや。あの、スカウターで察知されないみたいな。これ修行なんですよね。修行。うん。だからまあ、鍛錬するしかないですね。だもともと気が強い人もいるでしょうけれども、まあ基本的に修行しないと、 気,気は高まらないので、まあそれはドラゴンボール見てくださいって話で。じゃあ僕も最初からここまでその、えー、マインドセットだったりとか、なんかそういういろいろあったのかっていうと、いろいろな試練を乗り越えてきて、まあ10年以上、まあ、なんだ、修行してきたようなもんですよ。うん、か久保さんも、なんだろうな、人生経験が、まあ豊かですよね。まあハワイで石売る人もいないだろうし、なんかいろんな経験、人にはない経験を積んできてる。だそれが、まあ 経験をたくさん積むことが多分修行だと思います。うん。だから、経験たくさん積めばいいんじゃないですかね。うん。で、あとは経験たくさん積んでも、それが全部逃げて終わっている。あ、ダメだと思ったら逃げる。ダメだと思ったら逃げる。ダメだと思ったら逃げるっていう経験をの数が多いと、それはダメなんですけど、乗り越えていく。うん。なんか、あの、ドラゴンボールのベジータ戦で、悟空がね、もうあの、なんか、 勝ったのか負けたのかみたいな、最後クリリンやめろみたいなね、話で。もう、あの、動詞打ちみたいな感じなんですよ。うん。だけど、その、どんなに強いねあ、敵、敵だったとしても、あの、立ち向かってって、あの、あの人強いから絶対無理だなとか、そうなんないですよね、悟空とか。うん。とにかく立ち向かっていくんですよ。なんか目の前の壁を立ち向かって、乗り越えていくっていう努力ですよね。 で、乗り越えたっていう結果を得ていく経験をしていくと、気は高まってくると思いますし、まあ標準。僕たちの久保さんと僕の標準と一般の人の標準がやっぱもう違うので、うん、もはや、本当に。だからその動画本数に関しても違いますよね。一般の人は一本アップして、ヘ平言ってるので、そんな僕たちから比べると、なんか、うん、なんで一本でそんなにヘ平言うんだろうみたいな。<laughs> なんでかなーっていう。 別にね、顔出しの、顔出しの話もようで出ますけど、久保さんの言う通り、顔出して街中歩いてるわけですから、なんか別にいいんじゃないかなっていう。で、最近なんかはその芸能人とかの人がすっぴん動画アップしてめちゃめちゃバズってるんですよ。うん。出してるんですよ。だ、出せばいいんですよ。<laughs> あ、そうそうそうあの。あの、ニュースで見たの、ニュースかななんか,な,かなんか、ケンナさんか。ケンナンコさんのすっぴん動画をベンチャーバズってるみたい。 はい、生を出したらバズってるっててるいいうね面白いですよねでここに対してゲ健なお子さんだからでしょ芸能人だからでしょっていうのはありますけどもでもそれを理由にしてやってないですよねみんな、うん、これ一般人の人でもバズってる人いますからねうんだからそういうんだってやればいいじゃんっていう話でいってらっしゃい